阪神に、八役ルト、26日、甲子園阪神漆原大成投手、27、がパーフェクトリリーフを見せた、前回当番から中5日明け4回西し1三塁のピンチから青柳に代わって登場、お砂を補助費、村上を低めのフォークで2頃に料理して追加点を許さず、買いまたぎで臨んだ5回は長岡。 中村から連続三振を奪うなど三人できっちり片付けた、一人一人と対戦しているっていう気持ちが強いので、結果ヒットがなかったのは良かったと振り返った。